はい、皆さんどうもこんにちは、トミです。今回はですね、僕がメイク動画を撮っていきたいと思うんですけど、まあ、男性がねメイクと言っても、まあ僕が今からするメイクは、バレエのメイクとなります。全然参考にはならないと思うんですけど、今からしていくメイクはですね、あの白鳥の湖の道化のメイクを、していきたいと思います。で、今日はですねパパッとやっていきたいと思いますので、目標は今から15分で、はい、メイクをしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。では早速メイクしていきたいと思います。よし、最初にファンデーション、爆速で。ちなみに今そこで春が寝てます。寝てます。ね、実は今日は僕の誕生日ということで、舞台と誕生日が一緒っていう。コンサートしたら嬉しいですね。多分前の動画の時にも喋ってるとは思うけど、誕生日だからこそなおさらプレッシャーっていう。特別な日とかじゃなかったらいつもの平常心で臨めますが、特別な日だからこそ頑張んなきゃ。でも最近自分の調子があまり良くないから。どういうところ？なんか回転もそうだし、なんかトレーニングしてても体がね自分の中でまっすぐにならないんで、はい、ファンデーション塗り終えました。それがねすぐに体がならないから、ちょっとねあんまりいい状態じゃないから、この後舞台袖でしっかりもう一回体引き上げてトレーニングしなきゃ。はい、で今から鼻のラインを作っていきます。目まではねやる工程はいつもと一緒で、鼻に一本白いラインを入れることで鼻が高く見えるのと、鼻の横に茶色いラインを引くことでより鼻を細く見せます。自分ちょっと鼻が大きい方なので、これをいい感じに細く凛々しく鼻を描いていきます。やっぱ周りの外国人とかはみんな鼻がシュッてしてて彫りも深い人ばっかりなので、自分のメイクもそういう人に寄せれればいいのかなと。あとメイクが濃いけば濃いほどこう表情を作った時により形がはっきりするから、普段からそれを意識しております。はい、鼻は今回、まあ後でもう一回ね上から二重で描き直すんで、で次アイライン描いていきます。アイラインはいつも通りです。で僕こう一重なんですごい描きやすいです。よし、アイライン終わり。あ、次眉毛。道化の眉毛はちょっと特殊で、いつも通りだったらこうシュッて上に描くんですけど、ちょっと別な感じでくるんとさせたいので、なイメージはねワンピースのサンジとかをイメージしてもらったらいいのかなっていう。で眉毛を描いたのでシャドウを入れていきます。はい、シャドウを入れたら次は白目を入れます。あ、削んなきゃ。白目入れ終わり。はい、で道化はここからが大変です。なんか、ね、顔のほっぺのところに
マークを変えていくんですけど、今日はハートとスペードを変えていきます。で、今からこのマークの縁を塗っていきます。さあ、あとは最後は口を描いて終わりです。はい、はい、同居の目にメイク終わりました。どうでしょうか。かかった時間はちょっと途中でねバッテリーが切れたので合計で何分経ってるかわかんないんですけど、おそらく15分を超えてたんじゃなかろうかと思います。編集で、はい、出しておきます。でやっぱね、普通のメイクだとねこう眉毛描いてもうほぼ終わりなんですけど、同系のメイクはねそこからこう他に描く部分がたくさんあるので、普段のメイクだとね大体10分15分で終わるんですけど、同系のメイクはそうはいかなかったですね。でもねちゃんと多分できたと思うので、今日はこのメイクで、頑張りたいと思います。参考にはならないと思いますが、今回の動画面白かったと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから、おすすめの動画はこちらから、インスタグラムもやっていますのでフォローとチェックお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。